この自民党自身が保守政党じゃないっていうことの表れだと我々は思っています。日本の党とする行動をしてもらいたいないんであれば、ね、潰す動きはっきり言えこの野郎てめえ。そこはね、そこによって違うわけ。関東協議会の皆様に通達します。茶屋の前に集合願います。茶屋の前に集合願います。よろしくお願いします。
すいません。はい、よっしゃ。皆さんおはようございます。おはようございます。本日は、通常、年度にあるような運動ではありませんが、本日は、NHK の球団また公明党、並びに、その他、総務省と自民党いろいろ、抗議対象になるところを球大戦並びに、抗議等を、行わさせていただきます。最近ですね、いろんな問題が起こったということで本日の運動となりました。昨日、ですね、あの自民党の、総裁選において新しい、総裁が自民党総裁が決まりました。今後、この後、首相になるかどうかという、採択は、緊急の国会が、召集されて行われる予定ではありますけれども、その点も含めて、皆さんの、今後の日本を背負って、引っ張っていく人間が本日いるかもしれませんので、そこのところは正々堂々と我々、民族派としてのスタイルで、正々堂々と行動していただきたいと思います。本日一日よろしくお願いいたします。以上です。助け走ろう。中おはようございます。おはようございます。本日、言う場でもなくですね、昨日の、選挙を見た通り、このね、自民党がこれ保守政党じゃないと言ったことが明らかになりました。またですね、チラシにも出てた通り、与党、国を運営する立場でありながらも、あの中華人民共和国の人民解放軍のシガパーティーに出席したという山口夏代、また副大統の、古谷哲子さん、そういった、またね、この国族議員に対して、球団行動を行います。そういった、アピールですね、自民党に対してもそうです。そういった、行動と、自民党に対する、要請行動、公明党が1時、自民党が、2時ですね。で、午後4時にまた自民党行きます。それまでこの4時までですね、要請行動ということで、平河町から交差点は、今日ですね、党大会が行われているということで、いろんな議員が通るとです。そういった中ですね、本日、足跡が残るようなことができると思います。民族派として、足跡が残る、意義あることをしていただきたいと思います。以上。ただいまより、この場にて、靖国神社参拝を行う。気をつけ！そういうほら日本、海外にいる日本人のためのニュースとして国際放送しろっていう風になったんですよ。なんか国際放送かなんか、そうですよね、日本のことを発信するっていう、うん、本当は、ね、愛国のね、ちゃんと事実を伝えなくちゃいけない。ただこの間もね、俺まさみちゃん風情って言ったんだけど、はい、この日本のこの体質、国営放送じゃないんだよね、これ NHK ってね。ああですよね。そう、公共事業、はい、公共放送事業体っていう、はい、なんかその日本の自衛隊と同じようにこの曖昧なんだよね、 あの立ち位置っていうか、ね、だからあれでしょ、別にその思想信条の自由みたいなのは、うん、そのたとえ国会
政府であっても、NHK のやることに口が出せない、あ、だ普通国営放送だったらもう国家に都合のいい報道規制入っちゃうから、はい、だそこがねやっぱりあ日本らしい、その戦後の日本らしい曖昧さなのかなと思って、あ、そうですね、写真の通り、国民のために仕事してくださいよ、え、日本国民の生命財産を守ってくださいよ。楽しいね、昔の。昔のやつだよね。どっち向きで行きます、こっちで。あの建物のもうちょっとこっち側の方が見えるかなと思って、建物から。航空法の中のあれ、あ、それのどこに当てはまるのかって言ったら、裁量があるってこと。これは結局通行の妨げにならなければ、結局は OK は、ま、ちゃんと操作すれば、抗議いけるの。公害人じゃねえんだから警察官は。あ、そうだから2名、国民と国民は2名行けますね。あ、じゃあ2人ボディチェックだけ、あ、じゃあ私あれやります、それから入りますね、正解です。多分今までの不法行為、異例に対する謝罪を求め、侵略の先兵の役割を果たしている国内の点在する海外警察署の排除、厳正な対象処置を実行しなければならないことは政権与党の使命である。2、陳情事項、右趣旨に基づき中国共産党の手先代理人となっている国会議員を除名すること。言ってる意味は分かります。なのに日本の与党がやらないと、ではこれは与党ないと分かる。与党なら与党らしく、日本のやっぱ国益を第一に、ね、やっぱり世界と、まあ、まあ、グローバルの時代で、ね、一緒になってやらなきゃいけないっていうのは分かりますよ。だけど相手国はやっぱり相手国も自国の国益を考えてる行動やと、だったら日本だったら、その中でお互いの信仰をね、公共性の必要につけるべきで、あまりにもね、ごましってもらうことしない。だからこの間の、連邦の軍隊ですよね。軍隊のパーティーのことが、えっと、わけなんですよ。それなんか結果、広告上がってるんですか、当時に一体してもらうんですか、大丈夫事実じゃなくて、行くにはなんか結果を持ってくるわけです。それは党に持ち帰って党で考えて、また政権与党としてやったんですか、言えこの野郎てめえ、そこはね、そこによって違うわけだよ、考え方どうなんですか、マスコミには出さないし、党としていたということは、党としてだから結果報告関係は党にちゃんと仕事するですか、いいの、それはどうなの、それは党として組織としてなっても
ったくらい与党の人間だよ。え、あ、職員、党の職員ということは職員の中で課長とかいろいろ部長とかいろいろいるわけで、会社としておかしくない？会社と見るから今日ずっと、それをちゃんとだってするじゃん、部署の人にちゃんとやるわけでしょ、ちゃんとやるわけでしょ、自分で生産する、やってないんだったら会社としては困ってる。そうそう、このこういうことを踏まえてのちゃんとしたあの党としての日本の党としての行動をしてもらいたい。ないんであればね、こちら潰す動き、まあ、いろんな穴を自分たちは汚れ役だから、ね、ところを体かける人がいくらでもいるよ、ね、啓蒙運動したりいろんなやり方で亡くなってもらうしかない、行動を起こす。やっぱね、日本ので政党の党であればうちらだっていや頑張って頑張ってねって言いたい。それがうちら国民の役目だ。そう、そう、忘れない、そう、そういうね、初心を忘れないで、はい、ね、行動してもらいたい。大体みんな初心忘れんだから忘れてくるでしょ、ずっと党だけ行動。でも与党の党だったら国全体を考える党じゃないかね。お願いします。国のことよりね、自分たちは自分のユートピアを建設に重視しちゃダメですよ、ね、国学会だか公明党だかわからないけどね、一応与党なんだから。そう、あんな写真はバカの標本だよ、世界から見たら。与党であるべき公明党がね、あんな我々の領土に対して侵略行為を続けてね、国内からだって国防動員法まで持ってね、いつでもシフトチェンジするように用意できてるね。そんな時にだって与党のその代表がですよね、あんなところでニコニコ笑って映ってるなんておかしいだろ、だって思わない、思わないの、どうなの。しっかりご意見を受け止まるということで、しっかり受け止まる。職員の人の認識ってちゃんとある？ロボットのように動くだけで、ただポスト役のつもりで来たのかよ。いや、今日はちゃんと受け止まれる。だからね、いくら組織の中の一員としても自分の信念というのは絶対持っていた方がいいですから、はい、頼みますよ。それで行動してください、ね、はい、ありがとうございます。ご苦労様でした。あ、車入りますね、車入ります。散歩だろ。悪くお願いします、申し訳ないです。だから何が申し訳ねえんだよ、そんなカルト関係ねえだろ。お願いします。議員でもねえんだよこんなのよ。お願いします。そうだろ、創価学会の政治部だろ。わかります。お前らがお前公明党なんだろ、どうせ。おっしゃいたい。創価学会員じゃねえか警視庁なんてよ。待て待て、参加したらこれは国を運営
われわれの思いは違うことを今これはさっき中国共産党の侵略を打破に関する陳情書、陳情趣旨、我が国に対する中国による数々の不法行為と異例に厳重なる抗議を表明する。日本固有の領土尖閣諸島にたびたび侵略行為を行っている。また中国は今日に至るまで事前通告を必要とする海洋調査を不断で強行し、過去では我が国の領土である尖閣諸島に不法上陸を繰り返し、果ては海軍艦船、漁船が領海を侵犯するなどの不法行為を重ねている。日本の生命線シーレーンの南シナイ海において、ベトナム、フィリピン等周辺諸国が領有する南沙、西沙諸島において侵略をしている。中国海軍艦船による日本領海をまたぐ天然ガスの盗掘は我が国の主権と国益を犯したる明確なる侵略行為である。日本政府のそれぞれに対する抗議を無視した中国の態度は誠に許しがたく、速やかに天然資源の盗掘と領空領海侵犯をやめさせ、巡視船への衝突事件等今日に至るまでの不法行為異例に対する謝罪を求め、侵略の先兵の役割を果たしている国内に点在する海外警察署の排除、厳正な対抗処置を実行しなければならないことは政権与党の使命である。陳情事項、右趣旨に基づき中国共産党の手先代理人となっている国会議員を除名すること、お願いします。排除できますか？まあ、とにかくね、あれ、転職はどこ？はい、じゃあ、どうぞ。はい、山本もよろしくね。ありがとうございました。まあ、そうですね、折半における、まあ、中国もそうなんですけど、はい、まあ、ロシアの海軍による宗谷岬、我々のやはり、排他経済的水域の外とはいえ、やはり、まあ、どのような意図で宗谷岬のすぐ、そばをロシアの艦艇が我が国を取り巻くように、または、中国と連携しているような、そういった、行動が見受けられることも、これは事実だと思います。自民党としてはやはり、まあ、今公明党、我々の同志は公明党の党大会を、まあ、球団行動を取っておりますけど、全く綱領または決闘の趣旨が違う、そういった、まあ、邪道政権が何十年ってここ続いてるわけですね、自公政権。これが、まあ、ご存知の通り自民党の本部と公明党本部によって地方の各支部または県連にまでそういうお達しが出ていると私は聞きます。要するに国政で自民党と公明党が仲良くしているものだから、地方もそれに習いなさいという指示が、まあ、両党ともに出ていると私は側聞しているところがありますので、一日も早く自民党は自民党としての今そこにも今議長が申し上げた通り憲法改正実現ではなく速やかなる憲法改憲を行い、我が国が我が国としての本当の国防体制を確立して、外に物言う、そういった日本国の、建設に努めていただきたいと思います。それは新総裁にもお伝え願います。よろしくお願いします。いや、もう書いてある通りですよ。これはもう早期にやってもらいたいですよね。今言ったことってメモ取らないと伝えられないですよね。で趣旨は、まあ、織りこなしてた方がいいですよね。もし分からないことがあれば、あと我々どういう、まあ、この役職でこの自民党の中のこの役でうちらがこれを渡しましたけど、どういう経緯で
ていうのは塔の上の方にありますので、それは何か部署があるんですか？部署っていうか、自民党の、事務局長とかの事務局長、報告としてあげます。今日はここっていつも中入れました。拠点管理なんで。あ、拠点管理。通常は土日はね。あ、土日はあってそういうことか。今日は何も食べてないで。国会議員の人みんなこれつけてるけど、はい、そういう気持ちでつけてるのかなと思うんだけど、ブルーリボンとかでしょ。ああ、そうですね、はい、みんなつけてるんじゃない、はい、ただつけてるだけなのか、そういう気持ちがあってつけてるのか、それ聞きたいよね。気持ちがある人はつけてるんだ。でも議員だったら公表しなきゃいいんだよ。そうありますね。お願いします。じゃあ今度ゆっくり、はい、行きましょうか。いいですか。紛れもなく、ね、この自民党自身が保守政党じゃないっていうことの表れだと我々は思っております、ね、こういった中で金権政治のね、腐敗政治をやめろということで、抗議文を読みたいと思います。抗議文、令和6年9月28日自民党総裁柴茂殿、日本維新民族化共同会議議長小松義政、金権腐敗政党自民党に関する陳情書、陳情趣旨、自民党は政治資金パーティーの名目で企業、団体、個人献金を長期にわたり集め、政治資金報告書を偽造し裏金を作ってきた。内憂外患、日本周辺を取り囲む政治、軍事情勢が極めて厳しい時、政権政党の責任と自国の欠落は許されない。裏金の使途、全容解明と再発防止策確立をし、祖国日本の平和と安全を図る施策を実行することを強く要望する。二、陳情事項、右主に踏まえ、混迷する状況下、日本の安定保障をすること。以上。必ずお願いします。必ず渡してください。読まれてると。お願いします。はい。未来の子供たちに。おい。おい。破壊に損ってしてんだろ、バーカを
続ける宗教信者、その人民解放軍の長州南州の施設団体に参加した北陸公明党、北陸公明党を率直に訓練で入れていこう、入れていこう、入れていこう、南国教団政治学会予想宗教信者の人民解放軍の祝賀パーティーまで参加した国賊売国の公明党は日本から出てけ、出てけ、出てけ、出てけ。貴様ら公明党は国を守ることじゃなくて、貴様らは創価学会のウートピア建設だけを重視してんじゃねえのか、この野郎。わかんねえ、こっち来いよ、この野郎、お前。中華人民共和国中国中継を閉めるんだけ、この後は、あなたを抱き出せよ。ありがとうございました。